週刊新潮はこのところ好調なんですよ、なかなかね、はい、硬派な、うん、そうそう雑誌、うん、ビシッとね、はい、あのやってますよ ね、はい、第二の森友事件、菅総理谷町が公有地でボロ儲けって、はい、これまあ第二の森友事件っていうのは僕はいかがなものかなとちょっと思いますけどね、はい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 、そのこれを記事をまあ今からあの紹介しますけど、うん、はい、確かにね、そのおかしな不動産取引が行われたことは確かなんだよね、これ、はいはい、これいかに読んでも妙ですよね、これ。そうですね、うん、はい、あの保土ヶ谷区の横浜国立大学の南門近くに3000平方メートルの土地、はい、ちょっとまあ斜面らしいんだけどね、はい、ここにですね、これは神奈川県の県有地なんだよ。で5年前あのここに保育所や学生寮の設置を条件にある民間業者に売却されたと、はい、しかしそれがですね、条件が守らなくて転売されてですね、保育所なんかも全然できないと、こういう話。それで転売してはいけないという条件がついてたのに、はい、もうその買った日に転売してですね、はい、でそれがまたその自分 の、 あの会社の子会社みたいなところで、はい、それをですね、何ですか、また転売してですね、まあ簡単に言うと濡れてる泡で2億円ぐらい、はい、たちまち儲かっちゃったというね、変な、はい、取引なんですよ、これは確かに。そうですね、うん、保育所と学生寮を併設した施設整備のためこの土地を習得したいと現れたのが横浜市内の成功者なる光の社なる会社の河本義隆代表だと。同社はこの土地の県有地を、まあ、四角形とするとその、端っこの方の細長い角をですね、はい、持ってたんだね、はい、あのこの地図が、はい、地図がありますけど、はい、一応これ所有地になってるんです、はい、これは2006年と2013年にここを購入してるわけ、はい、こんなその棒状の土地はですね使いようもないわけだよ。そうですね、うん、はい、はっきり言ってここで何かやるっていう、だからこれなんで、はい、何のためにこんな土地を買ってるのかという疑惑も湧くわけですね、はい、それでっていうのはこの県有地がですね、はい、いずれ払い下げることを知ってたんじゃないかと、はい、いうことですよね。そうですね。で、うん、はい、で大体その成功者にですね、うん、成功者っていう会社、まあ、ちっちゃな会社、不動産屋さんなんですけど、うん、ここにその保育園とかですね、はい、そういうそのを経営する能力があったのかと、うん、登記謄本を取ってみてもですね、目的欄はですね、はい、遊技場の経営、飲食店の経営、バー、キャバレー、ナイトクラブの経営だよ、はい、これがさ、はい、その保育所なんか保育園を作れんのと、はい、このなぜこんな細長い土地を持ってたか、うん、要は県有地の売却を事前に知り、ね、狙って周囲の稼働の土地を買ったんじゃないかと、うん、こう、まあこれは疑惑です、はい、で県は売却額を4億5700万円と決定して、うん、まあ、その会社から申し入れがあったからね、はい、購入したいという成功者から、うん、だから県の売却額4億5700万円だと、はい、こう言ったらですね、うん、うちの見込みは3億円台の半ばぐらいだったと、うん、これは払いねえと恫喝するような発言もあったんですけど、うん、しかし突然2014年の5月に県がですね再鑑定を実施して、うん、結果として当初の鑑定より7000万円実に 15% のものを値引きで、それはまあ売買は成立したんですね、はい、そうですね、7000万円値引きしたって感じ、ね、うん、7000万円値引きしたんですね、はい、で 15% そうですね、はい、7000万円値引きした。この土地に転売禁止の条件がついてないか確認したいという県の担当課に不動産業者が訪ねてきたと、はい、不動産業者が、はい、で慌てて調べるとですね、うん、この河本代表がですね、これ売っちゃいけないっていう契約に反してこの土地を転売しようとしていたと、うん、だからその相手の業者が、まあ、調べに来たんだね、これ転売していいのかと、はい、で調べるとですね、新たな事実が発覚して、そもそも成功者は県から売却を受けた当日にこの土地を SDA なる会社にすでに転売していたと転売して、はい、転売しちゃいけないっていうのでですね、はい、その買った当日にもう転売してると、まあ、これは自分 の、 はい、関連会社なんですけどね、はい、でもそこからですね、はい、とにかくこれだけでもそのいずれにせよ重大な契約違反であることは間違いない、うん、本来ならば契約自体を無効にして成功者を訴えてもおかしくない、はい、それが県民に対する誠意と
言ってもいいだろうと、うん、まあ、新潮は書いてるんですけど、はい、ところが逆にですね、うん、県はですね、用途の指定を解除しちゃうんですよ。そうですね、要するに学生寮か保育園じゃなきゃ建てはいけませんよと言ってんの、はい、うん、言ってたのに、これをその用途指定を解除して、はい、転売を認められちゃうんだよ。河本社長はですね、はい、この土地を5億円台半ばで売りに出してたと、はい、ね、はい、結局3億8800万円で買ったのをですね、はい、5億何千万円で売りに出してたと、はい、だからまあ差額2億円近く、はい、これがあっという間にですね、はい、あの濡れてる泡で手に入れたと。この取引おかしいでしょと、はい、まあ、こういうのが、まあ、この不動産、怪しい不動産取引の流れなんですね、はい、うん、それで今度はその新潮はですね、はい、この河本、吉高代表、はい、この人物について調べるわけです、はい、これがどんな人物なのかと、うん、1996年にはすでに成功者は菅氏の、菅総理大臣のですね、はい、関係政治管理団体に献金をしていると、はい、2007年まで成功者は菅総理の関係政治団体に、寄付を続ける。合計金額は342万5000円に上ると、はい、まあ大したことないって言ったら大したことない、はい、それよりもですね、もっと深い関係があってですね、はい、菅さんはですね、はい、市議の時にですね、自分が所有する横浜市内のビルに事務所を置いていましたと、はい、しかし自分の物件に多額の家賃を計上しているのはおかしいとメディアに批判されたのです、うん、でいわゆる事務所費疑惑で菅さんは問題はないと反論してましたけど、やはりその追及されるのは、嫌だと思ったんでしょう、はい、3ヶ月後にそのビルを売却したんだよ、はい、で売却した相手が成功者なんだよ、だから関係があるわけですよ、はい、でだけど菅さんは売却はしたけどそのままビルに事務所を置いていたと、うん、はい、だから河本氏は菅事務所の大家になったと、はい、そうですね、うん、さらに2008年菅さんは事務所を市内のビルに移転しますが、そのビル移転したビルの持ち主も河本の関連会社なんです、はい、だすごい関係が深いわけです。そうですね、うん、つまり菅総理にとって河本代表はスポンサーであり不動産購入相手であり事務所の大家という親密交際相手なのであると、うん、はい、まあ、これはまあ事実なんでしょう。だからといってそのさっきの不動産取引、ね、取引にじゃあ菅さんが何か関与してたか、はい、ということは新潮も書いていないし、はい、あの証拠付けられたものは何もないわけですけど、ね、はい、ただすごく菅さんとその怪しい取引をした河本代表が関係が深かったと、はい、うん、で実は河本代表にはその前にもっと話があってですね、はい、これは例のですね菅直人です。今度は、はい、菅さんじゃなくてあの同じ字ですからね。菅直人なんですけどね、はい、2011年2011年3月11日にですね、はい、朝日新聞は当時の菅直人首相に外国人から献金を受けた疑惑があると一面トップで報じたと、はい、外国人から政治献金を受けるのは、まあ、政治資金規正法で禁じられていると、うん、でその献金を行ったのがこの河本だった、はい、ね、うん、代表だった、はい、菅本代表だった、うん、で彼は実は在日韓国人であり、はい、在日韓国人系の信用組合横浜商銀の非常勤理事を務めたこともあると、はい、でこれは本当は大問題なんで、そうですね、それであれも辞めたんです、はい、あの京都 の, あのなんだっけあの代議士前原もそ う, です、ね、そういう件で辞めたわけですから、はい、そうですね、外国人からの献金っていうのは、ね、うん、違法だから、違法だからです、ね、はい、それで辞めたぐらい、うん、だから本来はここで菅直人はですね、はい、追及されさせだったんです。そうなんですよね、3月11日ですよ、はい、思い出しません、はい、これが2011年の3月11日東日本大震災が起こっちゃったわけですよ、はい、だからもうそれどころじゃなくてうやむやなのままそれが終わっちゃったわけですけど、そういう人物、怪しげな人物だったわけですよ、はい、まあ、怪しげって、まあ、献金したから怪しげっていうことなんですけど、はい、そういう事件もあったわけですね、はい、だそういう、まあ、韓国人の実業家と、うん、菅さんがまあ親しくて、はい、でその人が妙な取引をしていた、はい、これもうちょっと追及されると、まあ、菅さんにとってあんまりありがたくない話だろうな、これな。ただこれ2011年に菅さんもそこから確か出てますから、うんうん、そうそう、河本さん の,、ね、そうですね、あの事務所からで、うん、2011年の時点では、うん、総理大臣は菅直人ですから、うん、まあ、ややこしいんですけど、まあ、そうですね、同じ感じでそのあれですから、うん、まあ、菅直人が清算されない限り、うん、
菅さんはどうするんだっていう話に持っていくしかないですよね。まあまあそうですね、はい、だから菅さんはじゃあ今度は菅直人の話を蒸し返せばいいのかね。そうですね。そしたら菅直人はどうするんだ。そう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 なんですよ。そこで行くしかないですよね。だから菅さんも苦労してた時期もあったでしょうから、うん、若い時はね。そう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 、はい、だからもしかしたら筋の悪い人との、うん、まあ、でまあ親しくても、はい、でも悪いわけじゃないからね、はい、あるいは研究家だってそうですね、あ、まあ、外国人だからその問題なのかもしれないけど、はい、そうですね、それでもその関係政治管理団体だから、はい、菅さんの、まあ、どういうの関係の団体かは分かりませんけれど、はい、法的にどうなのかはまだ分からない、 それはね、はい、うん、そうなんですよ。でもこれはよく取材してますよね。そうですね、詳しく本当に、はい、もしかしたら大きくなるかもしれないっていう、うん、可能性はあるよね、話ですよね、うん、そうですね、はい、だから菅さんにとってはあんまりその嬉しい話じゃないだろうな。そうですね、これ、はい、うん、でもこれが第二の森友事件っていうふうに言うのもまだいかがなものかなとは思うんだけど、うん、まあ、まあ野党も追及してたら、うん、菅直人にこの話いっちゃいますから、そうそうそう、当然だからね、っていうのは一つブーメランにはなりますっていう、うんうん、ね、あと菅さんはこの時点では、うん、まあ、国会議員ではありましたけどね、はい、っていう状況でしたから、うんうん、そうですね、菅直人内閣の時ですからね、うん、だから、まあ、そこは時間は経ってるところですよね、うん、まあ、そうですね、はい、だからこれ若干心配な話ではあります。うん、そうそう、はい、厳しい追及ですよね、はい、うん、これ河本はどう言ってんだっけな、これな、河本、当方の承知している経緯と違い大きく異なります、菅総理に関する発言をした事実はございません、総理の関与もありませんと駒場、うん、代表は一応公式には言ってますね、はい、うん、まあ、多分市役所とか県庁とかには、うんうん、この取引怪しいなっていう職員もいますから、うん、まあそうですね、はい、どう考えても変ですよね、はい、これね、持ちかけたんでしょうね、うん、はい、でも本当にこの菅さんと菅直人と両立てして付き合ってたんですねまあそうだね本当になんかあれと思って読んでて同一人物が全然違うね。まあ菅さんはやっぱ地元のね、うん、まあそうですね、実質上の影の政治家ですからね、言われてましたからね、そうですね、元はね、うん、で今でももう神奈川県知事は菅さんっていう状況ですから、うん、神奈川のことは菅さんが決めてるってずいぶん前から言われてますからね、うんうん、そうですね、はい、これは本当に言うと役所にも追及してほしかったけどね、役所の言い分聞いてほしかったけどな、はい、県はなぜか寛大だって、なぜこのこと変わったのかということはちょっと追及してほしかったけどね、はい、一夜にしてね、そうですね、うん。